こんにちは。今回は浴室暖房乾燥機 100V のお手入れ方法をご紹介します。機種によってはお手入れ方法が異なるので付属の取扱説明書をご覧ください。フィルターのお手入れは6ヶ月に1回を目安にお掃除してください。こちらのリモコンにも同じような期間で赤く点灯いたします。フィルターをお手入れしないとホコリなどが詰まってしまい、風量の低下や異常音の発生の原因にもなりますので必ず行ってください。それではフィルターのお手入れ方法をご紹介いたします。まず安全のために今稼働しているものをすべて停止してください。そしたら次は、フィルターを実際に外していきましょう。浴室暖房乾燥機の中にフィルターが入っているので取っ手を引っ張ってください。続いて、フィルターを実際にお掃除していきます。まず表面にホコリがついていると思いますのでそこは、掃除機で吸い取ってください。掃除機で表面のホコリを取ったんですけども、このようにまだホコリが残っている場合は水洗いをしてください。このようにきれいに落ちます。フィルターを洗った後はしっかりと乾かしてください。濡れたままだと故障の原因になります。続いては浴室暖房乾燥機の本体のお手入れをしていきます。お手入れ方法は40度以下のぬるま湯に中性洗剤を溶かしてください。その後薄めた中性洗剤で汚れを拭き取ってください。このように表面を拭いてください。またシャワーや水などを浴室暖房乾燥機に直接かけることはやめてください。故障の原因になります。洗剤で拭いた後洗剤が残らないように乾いたタオルでしっかりと拭き上げてください。続いてしっかり乾かしたフィルターを戻していきます。フィルターを差し込むときは向きを注意してください。このような向きで差し込んでください。フィルターを差し込んでいきます。このように奥の方まで差し込んでください。最後にこちらのフィルター清掃のランプがついている場合はリセットボタンを3秒押してください。いかがだったでしょうか。皆さんもこの動画を参考にぜひお手入れしてみてください。 Let's try!